元安楽楽天、後輩のことが大好きでいじめようと思ってしたわけじゃない。これ逆立ちチンポソックスは愛情表現だったんや。いじめっ子は自覚ないんだよな。自覚ないとか純粋悪、遊んでるつもりだった。みんなそう言うんだよね。可愛がりってやつ、いじめ側がよく言うよね。大好きな後輩、早く夜勤をやめてほしい。反省してないってことやな。いじめてる側のテンプレいいわけで、草後輩が愛のあるいじりをいじめと勘違いしたってこと。後輩のことが大好きでいじめようと思ってしたわけじゃない。嫌いだからいじめてたんや。嫌がってるのわからんかったんか。本当やばいな、こいつ。自分の発言が相手にどう思われるかって考えないんだろうか。大好きな後輩たちに絶対に許さない、早く引退しないかなと言われる男。単純に大好きな後輩の血褒みたかっただけとか。フレンドリーないじくりと悪質ないじめの区別がつかないクズってよくいるけど、大抵は学生時代に強制されるんな。正直プロにもなって黙ってやられてるやつもどうかしてるとは思う。プロでこいつを叱る先輩がいなかったことがやばいよ。プロなんて体育界のトップオブトップ集団なのに、いじめられるやつが出てくるのか。全裸逆立ちチンポソックスは私なりのコミュニケーションでした。キチガイ生命やめろ。ご視聴ありがとうございました。